これね、全部ね、レトルトカレー買ってきました。大人買い。今回ね、買ったのがですね、全部で110種類買ってます。金額がですね、44,112円もね、ぶっ決めちゃいました。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。さあ、レトルトカレー108種類切り、今日もね、やっていきたいと思います。今日がですね、17食目ですね。今日もね、カレーをね、選んできました。前回ですね、16食目、松阪牛ビーフカレー食べたんですよ。あれね、お肉がね、美味しいんじゃないかと思って、すごい期待して食べたんですけども、ゴロッとしたですね、こう目に見える形の大きめの肉は入ってなかったんですよね。今日はですね、気合い入れました。これね、間違いないでしょってやつを持ってきました。こいつです。宮崎牛ビーフカレー。これね、宮崎牛 A5 等級仕様なんですよ。で、値段もね、高いやつなんですよ。これ間違いないと思います。今日はね、こいつをやってみたいと思います。ご飯はいつも通り砂糖のご飯でね、やっていこうと思います。で、ちょっと今日ですね、鼻がまたね、ぶっ壊れてまして、なんか、体調良くないんですけども、ちょっと頑張ってね、撮ってみようと思います。じゃあ早速ね、腹ペコハングリーです。温めてまいります。はい、できました。早い、簡単、そして熱い。金色に輝いてますね。すごいな。さあ、ご飯から。熱い熱い熱い、湯気がすごい。よいしょ。さあ、そしてね、ルーですね。飛び散るなよ、飛び散るなよ、絶対に飛び散るなよ。よし。うわ、色がすごい。うわ、うわ、肉、うわ、すげえ。うわ、ゴロゴロ入ってる。飛び散ってなーい。やったぜ。熱い、熱いけど、ま、肉すごいな、これ。鼻ぶっ壊れてますけど、匂ってみましょう。よくわかんない、残念。さあ、味はね、わかると思うんで食べてみたいと思います。さあ、どんな味かな、美味しかったらいいな。いただきます。まずは普通にルーとご飯をいきましょう。うまい、すでにうまい。で、こちらがお肉ですね。お肉とルーとご飯いきましょう。うわー、柔らかいけど、なるほど、柔らかくてね、美味しいんですけど、そこまでの感動はね、ないっすね。なんでだろうな。鼻がやばい。柔らかくてね、美味しいんですけど、そこまでの感動はね、ないっすね。なんでだろうな。鼻がぶっ壊れてるからか。うまい、うまいんだけど、結構やっぱね、セブンイレブンのあの金のビーフカレーとか金のビーフシチュー、あれがうまいんですよ。ああ、考えたらセブンのやつがコスパがいいっすね。うまい。うわ、今日再現性とかどうのこの見てないわ。結構似てますね。で、なんだかんだやっぱね、美味しいですね。うまい。うわー、うまい。洋風なカレーだな、これ。ルーだけで美味しいですね、正直。プラスで肉も入ってるんで、めっちゃうまいと。うわ、なるほど。いや、うまかったですね。ありがとうございました。ごちそうさまでした。今まで食べてきたレトルトカレーの中で一番肉はやっぱりね、美味しかったですね。なんですけど、これ食べてね、やっぱり思ったんですけど、セブンイレブンのやつ、金のシリーズ、あれはやっぱね、やばいっすね。どうしてもね、こう値段とこうクオリティとこうね、比べちゃうんですよね。こうセブンイレブンのやつはね、コスパ半端ないっすね。
今日のやつもね、もちろん美味しいんですよ。で、値段でもいいんでね、もしね、あのセブンイレブンの金のシリーズ食べたことない方いらっしゃれば、ぜひね一回で試してみてください。はい、でこのカレーの企画ですね、まだ108種類までまだまだねほど遠いんですよね。一食一食ですね丁寧に食べ進めていこうと思います。よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いいたします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。